そして今日、いよいよ迎えた決戦の時。湘南ラグーンですかね、青葉城鹿島の。今年でダービー最後だと思うので決めてもらいたいと思います。目白の牧場のファンだったんですよ。その血がやっぱりどうしても気になる。夢へと挑むラストチャンス。レース直前、大久保調教師はギリギリまで吉田ジョッキーに声をかけ送り出します。13万人が詰めかけた東京競馬場、そしてレースの開始を告げるファンファーレ。